形見のミシン、まだ新品で売ってるね。正直言って、お袋、これ、使い切れなかったと思う。一度、チャレンジしたけど、相当難しかったよ。リベンジします。縫い切る。昭和9年生まれの母が難しいと嘆いていたのを思い出した。最初のこの簡単針穴通し機が全く入らない。足踏みミシンでよく裁縫していたので口出しはしなかった。どうやっても糸通し機使えなかった。図では簡単そうに書いてあるがダメです。結局老人の目で針穴に刺しました。5分以上かかりました。クソが。次は下糸のセッティングです。なんじゃそりゃ。これで準備完了かな。まだなの。何それ、どうやって。下糸が引き上がる。何言ってるか意味わからない。この下糸の引き上げが一番難しいかな。未だに把握していない。しかし何度も言うけど、老人初心者はかなり厳しいね。もしかしてお袋使えなかったとしたら悔しかっただろうね。 YouTube もなかったしね。自分も YouTube がなかったらダメだっただろう。
なんか偶然できちゃった。これでいいのか？もう一度やってみよう。分かったようで、多分全然分かっていない。ほらね、やたらなんか縫いたくなった。ジグザグ縫いで